今年の7月に桐生の断食道場に行ってまいりました。そしてその後も自宅でマクロビ的食養生を続けてます。おはようございます。朝は梅干しとそして生姜で三年番茶を使った梅生番茶を飲むことにしてます。もう開けちゃってるんですけど、うちの近くの自然食品にはこの三年番茶があったので、播磨園のを使ってます。これは有機栽培だけど無農薬無化学肥料ではなさそうです。茎が使われているのかな。葉っぱと茎を熟した緑茶、香ばしいです。それと、梅干しはもちろん塩と梅を使ったもので、スーパーとかである、あ、怒ってる、スーパーとかである、あの液に使ってるなんちゃって化学調味料の梅干しは絶対にやめた方がいいです。あとは生姜を吸ってます。見てお分かりの通り、私は梅干しの種のところの周りをえぐり出してそれ入れちゃってます。本当はこの実の方を叩いて入れます。でもそっち料理とか普通に食べたいから、で種そういう時に取り出すのめんどくさいので、先に種取り出しちゃって、それを三年番茶と合わせて梅生番茶を作ってます。番茶飲む嫌いだと思うよ、酸っぱい。午前中はヨガがあるので、朝のヨガのレッスンが終わったらコーヒータイムで、これはチコリコーヒーを今飲んでます。午前中にコーヒー飲むのが日課だったんですけど、チコリコーヒーに変えてみました。可愛くて、チコリのチコリの根っこを乾燥させ焙煎したものがチコリ飲料に使われますらしいです。ノンカフェインで食物繊維を含む、フランスでよく飲まれてる。インスタントコーヒーみたいに溶かして飲むタイプです。でタンポポコーヒーを見つけに行ったら成城石井で、かわいいこのレトロな感じのラベルが目に入って、飲んだことなかったので飲んでみようと思って、飲んでみようと思ったら、このキャラメル風味、少し甘い、なんとなく甘い感じがあります。でこっちはコーヒーのお供、いつもクッキー好きで、オートミールクッキーなんかも手作りでしたり、手作りで作ったりしてるんですけど、これは半断食しに行った断食道場で買った玄米と玄米胚芽、表皮群、ごま、あと大豆、ハトムギ、きび納豆で、しいたけ、昆布、よもぎ、杉菜、大麦、菜種油、米油を使った玄米と、それから海藻と薬草
などのクッキーです。で、断食道場ではこれを粉にしたものをと三年番茶で溶いて食べてたんですけど、それ前にちょっと辛いのでこっちにしました。で、これなくなったら自分で玄米とそれから黒ごまとあとはオートミールとか適当に作ってみようと思ってます。発芽玄米で作った酢飯と納豆とキムチと海苔で手巻き海苔手巻き寿司作ります。発芽玄米にと甘酢で漬けた生姜がり自分で作ったものを刻ん でその漬けてある液甘酢を一緒に混ぜて作った発芽玄米の酢飯です。で、玄米食べるときにはと黒ごま取るようにと言われたので一緒に取ってます。ミネラルが流れ出すぎてしまうらしいので、その玄米特有の排出力を保ちつつその排出しすぎるものを補うっていうことらしいです。あとはお家で採れたじゃがいも、なす、万願寺唐辛子を送っていただいたと自家製の野菜で、椎茸を天日干しして、そしてそれをだしとして取ったものの煮込みです。で、じゃがいもは芋類の中でも陰性の食べ物らしいんですけど、あんまりそこまで気にしすぎるとせっかくお家にある食べ物を無駄にしちゃうので、煮込んで中庸というその真ん中の方、バランスの一番取れているところに近づけるようにして食べてます。で、これが美味しかったやつ買ってみました。新生塩といってにがりの凝固作用がタンパク質に悪影響を及ぼすらしくて、で、その凝固作用の体内の影響を限りなくなくした新生塩も開けちゃってるんですけど、この中に入れてます。今までもあの伝統製法で作られた醤油は使ってるんですが、このにがり分が少ないものを断食道場でいただいて、でそれで体に私の体の体質にも合うそうなので、というか一番は美味しかったので自分でも購入してみました。いただきます。江戸時代以降は塩をと藁で作ったかますに入れて天井から吊るして保存してたそうです。そうするとにがり分が分離してそのことをからしと言ってたらしいです。よくからした塩は甘塩と呼ばれてたらしいです。これからアレルギー体質改善のために肉、乳製品、卵、取らない生活をやってみます。ご視聴ありがとうございました。